今日はね、もうこの使い方のコツをつかんでしまえば、英語は割と OK って言っても過言ではない。過去分詞と be 動詞と get。これの使い方をね、ちょっと今日は解説しようと思います。はい、どうもヨコです。というわけでね、去年の年始ぐらいにですね、幻冬舎さんの方からゲソンナの英会話っていう本を出させてもらったんですけど、今幻冬舎さんの方で電子書籍フェアっていうのをやってましてですね、うちのこの本の中身が一部ね、公開されてるんですよ。なんで、まだ本読んでへんわっていう方、ぜひそのページ見ていただきたいなと思うんですけどね。今日はね、その紹介されてるページを、うちが紹介しながら、もう英語のベーシックをね、今日は教えていこうと思うわけなんですよ。というわけで、今日はね、その電子書籍フェアの方で紹介されているうちの本の中のね、英語の仕組みっていう項の中、の受動態の部分をね、ちょっとね、紹介していきたいと思います。まずね、受動態は何かって言ったらね、基本的にその何々される、誰々に何々されるっていう文章の形態のことを受動態と言いますけれども、もちろん受動態って、英語の受動態っていうものも皆さん学校で習ったかと思うんですよね。例えば今のご時世で何々されたっていう文章で、もういっちゃい普段からよう使われるのって、例えば誰々くん、誰々ちゃんに、ツイッターとかインスタでフォローされたとかね、ブロックされたとかね、そういう場面でよく使うことが多いんじゃないでしょうか。で、学校でも習いますよね。英語の受動態の形はどういう形かって。そこで出てくるのが、be 動詞と過去分詞ってやつです。過去分詞っていうのも習いますね。そう、英語の動詞の変化する模様ですよ。三変化のうちの一つが過去分詞ですね。be 動詞と過去分詞をくっつけることによって、誰々が何々されたっていう文章を作れますよっていうふうに学校で習うと思います。ただね、ちょっとみんながちょっと陥りがちなミスというかね、日本人がこう普段話してる日本語をそのまんま英語にこう訳そうとしてつまずいてしまうところが、その日本語では普段こう受動態何々されるって表現するのを、英語ではそうしなかったりします。例えばさっき例に出した、誰々にフォローされた、誰々にブロックされたとかっていう時って、日本語をそのまんま英語にすると、I was followed by 誰々 on Twitter とか on Instagram っていう形になると思うんですけど、そういう言い方を英語ではしません。もうね、誰々が何々をどうしたっていう、これが一番その英語でシンプルな形なので、当然ネイティブの間でも誰々が誰々に何々されたっていう言い方よりかは、誰々が誰々をどうしたっていう形の方が好まれます。でもこれもね、そのちょっと国によって変わってくるんですけど、日本っぽい私は誰々に何々されたっていう言い方って、実はイギリスとかの方ではされたりするんですけれど、私いかんせんアメリカ英語の方に慣れているので、アメリカ英語主体でちょっと話させてもらいますね。スマホの設定やったりとか、インスタの設定を英語とかにしてる人やったら見慣れてると思うんですけれども、この誰々にフォローされましたよっていう時っていうのは、誰々があなたをフォローしたよっていう言い方になりますね。なので、例えばサイモンやったりとかしたら、サイモン followed you っていう感じで、かなり直接的な言い方をします。じゃあサイモンにブロックされたって言いたかったら、サイモン blocked you。 フォローされました、フォロー外されました、ブロックされましたみたいな、いう時は直接的に、誰々がブロックしたよ、誰々があなたをフォローしたよっていう言い方になります。はい。じゃあね、その受動態とやらはいつ使うねんと。ね。そんな直接的な方法で、あんまりそんな受動態使うねんといつ使うねんと。いう話なんですけれど、そもそも過去分詞って何よって話なんですよね。過去分詞っていう名前で表現されたところで、いつ使うねんっていうのがわからないじゃないですか。その過去分詞っていうのは、そもそも形容詞みたいなやつです。どんな状態かっていうのを表すものなんですね、基本的には。なんで、例えば、email sent とか、これね、文章として成立してないんですよね。その動詞がないより、これ本来文章として成立してないんですね。あるやん、動詞、セントって。ね。セントっていうのは、to send、送るっていう動詞の過去形でもあり、過去分詞形でもあるので、いや、動詞あるやんけって思うかもしれないんですけど、主語が email なんですね。プラス、もっと細かいこと言うと、send っていうのは、他動詞っていう動詞で、何をっていうものが文章の中に来ないと、文章が成立しない動詞なんです。それが過去分詞形 email sent っていうので成立してしまう。厳密には文章じゃないんですけど、これもう日本語で言うところのメール送信完了みたいなニュアンスです。つまり、過去分詞形になってるっていうところで、すでに
何々された状態っていうのを表すことができるんです。つまり email、 メールが send、 送られた状態である、つまりメールが送信完了してるっていう風なことにできるんですよ。メール送られました、メール送信完了ですっていうことですね。他には例えば ID confirmed、 ID confirmed みたいな感じで confirmed、これも何動詞って言うんやっけな、こういうの、その ED がつく過去形とか語文詞に ED がつくタイプの動詞ですね。なんか一番スタンダードな動詞なんですけど、これも confirm っていう動詞が何を確認するっていう、その何をが必要な他動詞なので、これ自体が ID confirmed だけでは文章は成立してないんですよ本来はね。ただ、さっきみたいにその何がの後にこの過去分詞形をポンって持ってくることによって、その主語にあたるものがどういう状態かっていうのを表すことができます。この場合は confirm、 確認するが過去分詞形になって、何々された状態っていうことになってるので、 ID が確認されました、 ID 確認完了しましたっていうことになるんですよ。これかなりね、その洋画とか見てるとね、ちょいちょいそのミッション中やったりとか、コンピューターとかいじってたりとかした時にかなり出てくるやつですね。その ID confirmed の場合は、その、まあ、ちゃんと登録されてる ID やったんで、ID ちゃんと確認できましたよ、確認完了しましたよっていう風にできますね。それが、アクセス許可されてない ID とか、全然違うカードかわしてんでお前みたいな感じやったら、その ID denied、denied、拒否されました、ID が拒否されましたっていう風にもできますよね。というわけで、基本的にその、もう過去分詞はどういうものかっていうと、何々された状態ですよっていうのを表すものっていうことです。他にもね、その、ま、刑事物やったりとかね、軍隊の話とか見てるとよく出てくるんですけど、なんていうんですか、無線とかでこう話してるときに、suspects identified。suspects identified。その suspects っていうのは容疑者のことですね。はい。容疑者が identified。そう、特定されました。その identified っていうのは、まあ、顔認証みたいなもんやと思ってたらいいです。こっちで持ってる容疑者の情報と一致した人が出てきました。で、特定できましたっていうことですね。suspects identified。あとは、まあ、例えばスナイパー。スナイパーに狙われてると。狙われてるかもしれんと。なんかその殺害予告とかが出てて。で、スナイパーがどっかにおるかもしれんみたいな。で、こう、バーを張っててね。スナイパーらしき人を見っけたって言ったら、スナイパー located。located。to locate っていうのは、何々の位置を特定するっていう意味の動詞になりますんでね。これもその shooter located っていうことによって、そのスナイパーの位置を特定しました。スナイパーの位置が特定された状態になりました。つまり、スナイパーの位置を特定しました。みたいな感じで、基本的にね、こういう業務とかミッションが完了しましたよ、みたいな時に、この過去分詞たちっていうのは使われます。はい。まあ、基本的に動詞が過去分詞形になると、まあ、形容詞と同じような働きをするわけなんですね。それは基本的にあの結婚のステータスとかを表すときにも使ったりするんですね。まあ、married とか engaged とか separated とか divorced とか widowed っていう風な使い方ができますね。じゃあね、 be 動詞って何よって、まあ、正直 be 動詞ってイコールみたいなもんです。何々はどうっていう形ですね。じゃあね、ゲットって何よって。誰がどんな状態をつなぐ間のところ、ここをね、ゲットに変えることによって、また違うニュアンスが出せる。